j s JS テックの二次電池の電極不良を自動で感知・廃棄できる電極・区間排気装置についてご説明いたします電極工程の第一段階はコーティング工程ですがコーティングの中でアルミニウムまたは銅箔に未コーティングなどのその他不良が発生すると不良部分を破棄するためにスタートラインとエンドラインにタグを付けて表示します コーティングが終わった電極はロールプレス工程で電極の密度を高めることになりますがコーティングの際に発生した不良の部分を作業者が手動でいちいち確認破棄し良品だけを選別してロールプレスに投入するのですが廃棄部分をコアに連結して巻き取りし良品部分は既存の良品とつないでくれる作業が長時間を要するだけでなく作業者のロードが増加し安全上でも 危険要素が多いという問題がありますこのような問題点を解決した本設備ロールプレスに電極が投入される前に排気部分を自動で感知・除去し良品の電極だけをロールプレスに投入する電極区間排気装置です電極区間排気装置の作動原理を簡単にご説明すると排気区間が始まる部分のタグをセンサーが読み取ったら可動を止め 電極カッティングが行われガイドプレートが電極の移動方向で一定部分進みボビンが位置する空間を確保しますその後下部にあるボビンが上昇したらジョグを利用して廃棄する電極をボビンの中央位置まで移動させ最初は電極をボビンにサクションで巻き取りし2回目からテーピングを利用して廃棄する電極をボビンに連結巻き取りします 排気区間が終わる地点でタグが感知されたら、稼働を止め、電極を切断し、ボビンは加工します。ボビンの加工が終わったら、ガイドプレートが元の位置に戻り、両品の電極が合わさる上部をテーピングし、電極は下部のテーピングロールまで全身移動し、この地点で電極が合わさり、 下部までテーピングすることで電極の連結上部下部を完璧にテーピングしてから良品の電極をロールプレスで供給する正常稼働をします特にボビンは排気電極がワインディングされながらそのサイズも大きくなるので電極とボビン間で干渉が発生しないように自動的にコントロールしますこのようなサイクルを繰り返しながら 自動ででで電電極極をを分離し、良品の電極だけをロールプレスに投入できるるような特徴がある装置です。区間廃棄装置の一番大きい技術的ポイントはボビンで一般の視管を使用するときは電極と同じような廃棄処理ができず視管の分離などの再処理を必ずする必要がありますが当社は特殊設計されたボビンを使うことで自家サクション機能を追加し 不良の電極を初期に連結した際に他の道具を使わず電極をワインディングできワインディングの後電極とボビンを簡単に分離することができるので追加作業がいらない簡単に不良の電極だけを廃棄できるというメリットがあります。実際の稼働映像をご覧ください 以上にて、電極の不良部分を自動的に廃棄しながら、良品の電極だけをロールプレスに投入できる二次電池電極の区間廃棄装置の説明を終了させていただきます。ありがとうございました。